武藤正孝のポッドキャスト。このポッドキャストではウェブマーケティングにまつわることや私の書籍についてなどをお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は第6回目、ね、今日も、儲かるブログの書き方講座、今日第1章のね、一番最後のところです。ブログで重要なのは文章力ではなく記事力です。まあ、ブログといえばですね、文章と写真、まあ、今ではね、動画を使ったりすることで、読者の方にあなたの思いを伝えるというのが、ブログの目的ではあるんですけども、最近のですね、Facebook といったようなソーシャルメディアでも文章力というものが問われていることになりました。書籍本屋さんに行ってもですね、文章術の本は非常に多いですね。で、ここで、私が言いたいのは、重要なのはですね、文章力というよりは記事の力、記事力。正しい日本語を一生懸命使おう、起承転結を考えようというよりもですね、多少のテニオ派という文章の書き方の基本をですね、いや、誤字脱字を気にせずに何を読者に伝えたいのか、読者にどう感じてほしいのか、最後にどう行動してほしいのかというようなことを考える方がより重要だと。誰に何をどういう順序で伝えたら理解されやすいのか、行動を起こしてくれるのかということを常に考えるようにしてください。ブログは文章を書いて投稿、400字とか600字を書くことが目的ではないはずです。そして、書き手の意見ばかりのブログは読まれませんし、こうあなたのこう思った方向へ導く文章にしていかなければならないんですね。そうしないと書いた文章は全て無駄になってしまいます。記事力があって初めてですね、ブログの効果も最大限に発揮できるということになります。ブログは論文ではありません。文章力を鍛えるより、誰に何を伝え、どのように導くのかを意識してブログを書くようにしてみてはいかがでしょうかということが、これで第一章という形になりますね。まだまだ、6回やってまだ36ページしかいってませんので、今後もね、随時こういうように更新をしていきたいと思いますので、お付き合いいただければなと思っております。はい、というわけで、今日第6回ポッドキャストを終了させていただきます。どうもありがとうございました。